丹羽選手には株式会社日刊スポーツ新聞西日本営業局古橋範道局次長よりトロフィー並びに賞金50万円が授与されます。それではトロフィーの授与です。続きまして賞金目録が贈られます。2015年度ミスターガンバ黄金の賞、丹羽大輝選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。このトロフィーとか目録とかあんまり持ったことないんで、ちょっと持ち方がよくわからなかったんですよね。すいません。ありがとうございます。滑っちゃいました。今一度大きな手を送りください。ありがとうございました。試合終盤になった時にスタジアムの雰囲気があんまりざわ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 してなかったので、これもしかして FC 東京負けてるんちゃうかなって思いながらベンチの方を見ても誰も目を合わせてくれなくて、これどんな感じなのかなと思いながらやってたんですけど、とりあえずもう 4-0 になったんで、僕たちは0で抑えて 4-0 で勝てれば何か起こるだろうと思ってたら、終わった後もベンチ行っても健太さんもずっと 0-0 ロスタイムっていう言葉を言ってて、これは大丈夫かなと思ってたら、そしたらスタジアムがザワ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 し始めて、トスが引き分けて僕らが3位になりました。後ろの選手からすごい話が長い長いっていう雰囲気がすごい感じるので、そろそろやめたいと思います。はい、まだ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 ですよ。まだ終わってませんか。そういう大阪独特のノリやめてもらっていいですか。まだ終わってないんで、じゃあ締めたいと思います。3位以内確定して、まだ優勝は確定したわけじゃないので、優勝目指して、浦和に勝って広島に勝って全員で優勝しましょう。ありがとうございました。それでは続きましてガンバ大阪